こんにちは、矢沢健一です。今日の注目の選手は中日の投手3人を挙げました。まずは柳裕也投手、そして福谷浩司投手、そして小笠原慎之介投手です。中日の投手陣は、大野が柱としてもですね、その後にこうしっかり続いてくれる投手が不可欠ですよね。その一人、柳裕也投手です。彼も5年目を迎えます。学生時代は私も明治の時に見てました。まっすぐは非常にキレがあるし、全日本の学生のやっぱりエースでしたからね。日米野球でもよく活躍しました。その、彼がですね、中日に入ってから今一つストレートの伸びがですね、150キロぐらい出てたのに、その伸びがこう失せている。だからどうなってんのかなと僕は柳に随分期待感を持って見てたんですけども、非常に変化球に頼ってきた、こう大きく縦にこうゆっくりこう割れていくカーブなんですけども、これが彼の、カウント球でもあり、また勝負球でも使っておりましたけども、それを狙われるケースが非常に多かったんですよね。ただ一昨年11勝挙げました。その時にはそのカーブをあまり使わずに、ストレートとそして小さく曲げるカットボール、スライダーで、カウントを取る、そして打たせて取るというね、そういうピッチングに終始したんですけども、また昨年、6勝7敗、なかなか2桁勝利を、続けることができなかったんですよね。柳裕也投手にちょっとこうグラウンドに行ってですね、聞きたいなーっていうこともあるんです。それは投げる時にすごくこの上から投げるんですよね。でこの自然なこの肘の角度はこのぐらいだと思うんですけども、こうやって投げるんですよね。ここでカーブを投げたり、まっすぐでもこうあまりにも上から投げすぎるんで、この肩への負担が随分そのあるんじゃないかなと、私思うんですね。だから球のこう出どころが非常にこう分かりやすい、分かりやすいんですね。カーブなんかでもいいカーブなんですけども、出どころがこう隠してくれればいいんだけども、バッターから見るとね、バッターから見ると隠されるとこのカーブも見にくいんですけども、ちょっとこう胸のマークを見せてこのカーブが腕の出どころが分かってくる。一昨年11勝して、そういうような解決もしたかなと思ったんですけども、昨年また2度ばかりファーム落ちしたりしてね、6勝に終わりましたけども、やっぱりその辺の腕の角度というか腕の出どころが少しわからないような、そういう研究もしてほしいなと、今度会った時にはその辺どうなってんのか、聞きたいくらいですけども、日米大学野球でも、エースとして、君臨した明治の優勝をね、牽引したピッチャーでしたからね、もっともっと私は期待してるんですけども、ぜひ今年は、また2桁勝利、お願いしますよ。はい。そして2人目は福谷浩司、投手です。9年目ですね。今年9年目を迎えます。やっと去年8勝して、8勝2敗ですよ、8勝して、福谷の真骨頂を見せてくれましたけども、彼は愛知県の横須賀高校ってね、頭のいい学校なんですよね。そこから慶応に進んで、慶応でも非常によく投げてました。先発はもちろん、中継ぎから抑えに至るまで、こんなに投げてるピッチャーは僕はいないと思うんですけども、慶応の時は本当一人で頑張ってました。ただその投げすぎが、少し中日に入って、響いたのかどうか分かりませんけども、この股関節を、ちょっと痛めて、なかなかその下半身が安定するまでにはいかなかったんですよね。でも去年、その下半身も良くなってきて、
体がこう沈み込んで、あの球離れがですね、非常にバッターの 方に近くなってきてる、まあ、そういうような良さが出てきましたんでね、ぜひ二人、浩二君ね、去年の8勝、今年は2桁勝てるように、私はそのぐらいのピッチャーだと思うんでね、ぜひ大野に次ぐピッチャーに、なってほしいなと、思います。そして3人目は小笠原慎之介投手です。甲子園で活躍しましたね。東海大相模が全国優勝した時のエースですよ。ところがこのところ、まあプロへ入ってですね、なかなかあの勝利に恵まれない。そして、昨年一昨年ですか、トミー・ジョンの手術をしましてね、でまあ、それがこう言えて、去年も最後の方に、投げて、1勝3敗ですか、なかなか、彼のやっぱり左ピッチャーですから、大野と同じようにね、ローテーションに入ってほしいんですけども、そのまあトミー・ジョンの手術も、言えてですね、まあ明日のコアグ試合には1インニング投げるそうです。まあ、そういう意味で、私もこの小笠原慎之介をもう何年目になるんだろう、6年目になりますね。6年目ですよ。早いもんですね。あれからね、まあ、そういう意味で後がないというような感じになってきましたんで、ぜひ、大野、小笠原、この左2枚は、まあ中日にとってはね、ローテーションに入れば、あ、こんな強いものはありませんから、ぜひ小笠原慎之介のそろそろやはり、しっかりしたピッチングは見たいものです。今日は、中日の投手の中の今年期待すべき柳裕也、投手と福谷浩二投手と、そしてトミー・ジョンから復活を図る小笠原慎之介選手の、お話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。